皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は一般動詞の否定文について学習します。その中でも主語が I というの時、その場合について学習します。否定文の作り方は B 動詞の時学習しましたね。 B 動詞の場合は B 動詞の後ろに not をつければ否定文ができたんですが、一般動詞では一般動詞の後に not をつけても否定文作れないんです。じゃあどうするか。実は否定文や疑問文を作るときには一般動詞の場合お助けマンが出てきます。どんなお助けマンかというと do という単語なんですね。否定文の場合はこの do が not とくっついて、否定文を作ってくれます。じゃあその do not 短くすると don't というんですけれど、これをどこに置けばいいのか、要点を確認してみます。一般動詞の文を否定文にするときは一般動詞の前に、ここですね、一般動詞の前に don't を置きます。Don't というのは、こちらの枠の中にある Do not を短くした形です。もちろん Do not でもいいんですけれど、まあ、両方とも Don't と Do not、覚えてください。今日はこの5つの文章を例にとって否定文を作っていきます。その中に出てくる覚えたい単語、3つほど書き出してありますので、一応見てください。まず、sister、これ姉妹ですね。want、欲しいとか何々を、ね、欲しいと思っているという気持ちを表しています。math、数学のことです。で、do not、短くすると don't になるということでね。もう一回ね、sister、姉妹、want、欲しい、欲しいと思っている。math、数学、do not、短くすると don't。こんなふうになります。では、ここで確認した、文章、例文をまず否定文にする前、読んで意味を確認したいと思います。1番、I have a sister. I have a sister. 私には妹がいます。sister、あがついているので、一人いることがわかりますね。sister もちろん、お姉さんかもしれませんけれど、一応ここでは妹ということにしておきましょう。2番、You play tennis. You play tennis. あなたはテニスをします。3番、I like math. I like math. 私は数学が好きです。4番、You want a new bike. You want a new bike. あなたは新しい自転車を欲しいと思っています。5番、I speak English.I speak English. 私は英語を話します。この5つの文です。では皆さんも一緒に、ね、否定文にする前の文章、リスン&リピート、練習しておきましょう。私が言った後で皆さん、後について繰り返してください。では行きます。I have a sister. You play tennis.I like math. You want a new bike. I speak English. もう一回やってみましょう。 I have a sister. You play tennis. I like math. You want a new bike. I speak English.では、否定文を作ってみます。1番、I have a sister、動詞の前、主語の後に don't を置きます。I don't have a sister、ね、これで出来上がりました。
2番 You play tennis。 プレイの前にドンと置くんですけど、2つ線があるのが Do not というふうに分けて書きます。You do not play tennis. You do not play tennis. あなたはテニスをしませんという文章が出来上がりました。3番も、否定文にするには、どんと入れるんですけど、2つ線があるので、do not。これを入れます。そうすると、You do not like math. You do not like math. 私は数学が好きではありません。4番です。You want a new bike. 動詞の前。ここに don't を書きます。You don't want a new bike. You don't want a new bike. これで否定文ができましたね。5番です。I speak English. 動詞の speak の前に線が一つですから、短くした don't の方を入れます。I don't speak English. I don't speak English. では、出来上がった文章を読んでいます。1番 I don't have a sister. 2番 You do not play tennis. 3番 I do not like math. 4番 You don't want a new bike. 5番 I don't speak English. これで私は妹がいません。あなたはテニスをしません。私は数学が好きじゃありません。あなたは新しいバイクを欲しいと思っていません。私は英語を話しません。という文章が出来上がったわけです。では皆さん一緒に Listen and repeat してみましょう。私が読んだ後で皆さん繰り返して読んでください。では行きます。I don't have a sister.You do not play tennis. I do not like math. You don't want a new bike. I don't speak English. もう一回言いますね。I don't have a sister. You do not play tennis. I do not like math.You don't want a new bike. I don't speak English. うまくできましたか？ではもう一度要点を確認しておきますね。いきます。一般動詞の文を否定文にするときには、一般動詞の前にドンと置きます。いいですか？一般動詞の前にドンと置きます。もう一回いきますね。一般動詞の文を否定文にするときには一般動詞の前に don't を置きます。皆さんどうぞ覚えてください。では今日はここまでです。さよなら。